かしちゃうんで見えなくなっちゃうんで全然ファンの皆様、本日はお足元の悪い中、川橋競馬場にご来場くださいまして誠にありがとうございます。農林水産大臣賞典第61回ライフライト記念競争表彰式を行います。表彰に先立ちまして見事連覇達成いたしましたグリコライト号を発案を取りました武豊騎手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。監督の逃げ切り勝ちでした。全部達成した今のお気持ちはいかがですか。はい、先週に続いて今日もどの新聞局に行けるかばかりだったのでプレッシャーありましたけど、ホッとしました。考えていた昨年のレースの序盤の展開はいかがでしたか。同じでしたか、それともちょっと違ってきました。今時代だと思ったんですけど、少し深くが陣の方だったので中途半端なポジションよりはもう先手取ろうかなと。先手を取ってからの馬の感じはいかがでしたか。すごくいい感じで走ってくれてます。直線向いてもまだまだ余裕がありそうでした。今日休み明けでしたがまだまだ楽しみがありそうですね。そうですね、骨折明け初戦だったので心配もしたんですけど非常にいい状態にスタートを引き上げてくれたので、少し早いペースではあったんですけど佐々木騎手はダート戦線たくさん持てるのがありますがこの馬との本気でも活躍を期待しているファンがたくさんいらっしゃると思いますのでこうしたことメッセージをお願いします。はい、そうですね、地方交流で、結果を出しているかなので、これからちょっといいレースもありますから、また一緒に勝てればいいなと思います。佐々木騎手にお話を伺いました。優勝おめでとうございました。はじめに農林水産大臣賞といたしまして優勝はグリコライト号の馬主郵便会社キャロットファーム様に対しまして賞杯が贈られます。賞状は、本日雨のため読み上げは発売とさせていただきます。それでは賞状の賞杯メダルが郵便会社キャロットファーム様に贈られます。おめでとうございます。農林水産省平和監督官小田上平和監督官により農林水産大臣賞が贈られました。次に JRA 日本中央競馬会理事長賞が贈られます。日本中央競馬会中山競馬場赤羽町長より優勝馬の馬主郵便会社キャロットファーム様に対しまして賞状並びに目録が贈られます。おめでとうございます。次に日本馬主協会連合会長奨励賞といたしまして優勝はグリコライト号の馬主郵便会社キャロットファーム様に対しまして賞状並びに賞品が贈られます。プレゼンターは千葉県競馬組合木村開催副委員長に代表を務めていただきます。賞品でございます。おめでとうございます。続きまして日本地方競馬馬主執行協会会長賞といたしまして千葉県馬主会高橋副会長より優勝馬の馬主有限会社キャロットファーム様に対しまして賞状並びに賞品が贈られます。賞品もお願いいたします。おめでとうございます。続きまして NAR 地方競馬全国協会理事長賞でございます。 NAR 地方競馬全国協会石黒さんにより優勝馬の馬主様に対しまして賞状並びに賞金が贈られます。おめでとうございます。
1番コスモバス70528号満喫に本橋光滝州55キロ、2番アリンギアコンド549キロ満喫後、高橋鉄道州57キロ、3番総道5号小籔市の満喫、酒井成績州57キロ、4番クレードスの483キロ満喫地、本橋市駅州57キロ、5番エコディオーサ419キロ満喫地、森大学州57キロ、6番伊豆山鉄道498キロ満喫4、川島翔太郎騎手55キロ、7番ゴールドプロマル503キロ変わらず、重田健一騎手55キロ、8番ラストロマンス430キロプラス3、西村英騎手57キロ、9番セイントジュピター520キロマイナス9、針田明騎手57キロ、以上9頭です。そして優勝は生産としてもおめでとうございます。あの皆様、繰り返しの関係者の皆様にマイクを大きな拍手をお送りください。優勝おめでとうございました。これをもちまして農林水産大臣総選第61回ライブライト記念競争のご招集を終了いたします。あの皆様、あの皆様、ご協力誠にありがとうございました。そして繰り返しの関係者の皆様、優勝おめでとうございます。